どうも、深夜のこそこそ話でございます。ナミさん、お疲れ様です。今回のね、舞姫大学ナミさんからのメッセージなんですけども、ちょっとね、新潟の方ではインターネット環境がつながりにくい部分がありまして、たまにね、こうやってやり取りが途切れてしまうことがありますけども、でも心はつながってますからね、グッドバッチリ大丈夫でございます。で、今回ね、いただいた動画とは別にちょっと私の方からお話したいんですけども、実はね、たった今なんですけども、ナミさんからメールをいただいたその直前、本当に1分前まで Amazon プライムで映画を見ていたんですよ。で、これがね、長い散歩っていうタイトルの映画だったんですけども、これなんで見たかっていうと、たまたま長い散歩っていうキーワードに私が反応したからなんですよね。で、再生してみると、どうも尾形健さんが主人公なんですよね。で、もう結構くたびれた元先生という形で無職でボロアパートに住んでいる尾形健さんが主人公で、そのお隣さんがね、夜の商売をされている若い、女性で、で、紐となる男性が何人かこう入れ替わり立ち替わり来ていて、で、そのうちの一人と、まあまあ落ち着いた感じだったんですけども、このお隣に住むその若い女性にはね、娘さんがいらっしゃったんですよね。で、娘さんに結構虐待をしたりとか、食事もまともに与えなかったりとか、部屋も全然ね、汚いままだったりとかで、あんまりいいお母さんしてなかったというよりも、悪いお母さんだったんですね、暴力的で。で、最後までこのお母さんは悪い人ではいたんですけども、で、そこに、もう耐えかねたね、女の子を、もう見るに耐えないってことで、その尾形健さん扮する主人公がね、名前もちょっとわかんないですけども、一緒に旅に出るんですよ。で、女の子ももう一緒に旅に出ちゃうんですけども、その中でいろんな事件があるんですけども、でも基本的には淡々とその逃亡生活ともいえる、客観的には誘拐事件でも本人同士は散歩に出てるような感じの旅なんですよね。で、そういうふうに緩やかに、その旅を見つめていると、なんかね、メッセージは何も感じ取れなかったんですけど、私もね、自分の人生を振り返るような、そんな切ない気持ちになってね。で、最終的にはこの尾形健さんは娘さんと一緒に自首するためにある警察署の前の駅に降り立つことになるんですよ。そこがラストシーンだったんですけども、そこでちょっと私がね、ほっとしたのは、これはね、そう遠くない、過去の話、今から10年ぐらい前の舞台になってるのかなと思いますけども、時代背景だから今とあまり変わんない状況ではあるんですけども、最後にね、尾形健さんが実習ようと思って警察の署の前に立ちすくんでいるところと、一緒にいる、女の子、この二人がね、別れを惜しみ合うシーンがあるんですよね。そこで尾形健さんが泣き崩れてしまうところに、もうすっかり心を許してしまったね、5歳の女の子がこうギュッとね、泣いちゃダメだよっていうわけなんですけども、そこに通行人の人だかりができるんですよね。で、ここに私はちょっとこの映画のものすごくあったかいメッセージを感じました。というのが、現実人通りの多い街中で、一人の老人と一人の女の子が倒れて立ちすくんでいても、足を止める人っていないんじゃないかなと思うときに、この映画はそうじゃないラストシーンを飾ってくれたなと。そしてそれとね、対比するように、それから数ヶ月後、数年後かわかりませんけども、拘置所からね、出所してきた尾形健さんに訪れる現実っていうのがオチになってるわけなんですよね。はい、ということで、今回はね、長い散歩というタイトルの映画を見て、その感想をお送りしました。なんかね、結構映画ってね、いいですね。受け取り手がいろんな解釈をすることによって、その映画は完成するというふうに言われてますんで、映画を作る人と見る人が一緒に作り上げる。まさにね、こういったインターネット、 YouTube みたいな発信も同じで、 YouTube も見てくださる方が、いろんなことを感じてくださる方がいるからできるのかなと思いますね。ナミさんはどんな今日はね、動画を作られたのかなと思って、これから再生するところでございます。体のエイダの71回目の報酬ということで、71回目ですからね、5日に1回なんで、もうナミさんも1年になりましたかね、これで。もうちょっとですかね。はい、記念すべき1年ということでございました。はい。で、インターネットがつながらない環境っていうのは、ほんの
ひょんちょっとしたことで改善したりしますよね。本当に私もね、パソコンの中のホコリをね、なんすかね、これでエアーで吹き出すとパソコンの動作性が上がったりしますんで、最新のテクノロジーまだまだ分かんないことが多いですね。最後は人間の心が最大のコンピューターだと思います。さあ、それでは今日は以上でございます。ナミさん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。グッドラック。